優の木村拓哉、47、と歌手の工藤静香、50、の長女ここみ、19、と次女こうき、17、が1日に姉妹でインスタライブを配信。理想の結婚相手について語った。写真、なんて可愛い、ここみ&こうき、の幼少期の2ショット、こうき、インスタから、ここみが19歳の誕生日を迎えた1日に、自宅からインスタライブを行った2人。フォロワーから、パパみたいな人は好きですか?と質問されると、姉妹は少し恥ずかしそうに顔を見合わせながら、2人で誓い合ったことがある、と答えた。こうきは、私たちは小さい頃からお父さんのことを、トト、と呼んでいるんですけど。と前置きし、結婚相手はトトよりかっこいい人と一緒になるって2人で決めたんです、と告白。さらに、よく2人でトトの若い頃の写真を見たりします、と姉妹の秘密を明かした2人の結婚相手に対する、条件、に、フォロワーからは、パパさんよりかっこいい人、それはかなりハードルが高いです。トトよりかっこいい人はいない、といった反応が寄せられ、ここみ自身も、ちょっとね、ハードルが、と苦笑いだった。